せっかくだから顔見えるようにちょっとマスク合わそうか、はいね、やっぱりさファンの皆さんにさ名前と顔を覚えてもらった方がいいんじゃない。そうですね、はい、ね、自己紹介してごらん。113期の岩田香です、よろしくお願いします、うん、本人としてはどっかなんかこういうところを売りにしたいとかってあるの。そうですね、まあ、持ち味が先行なんで、うん、こう先頭で走ってる姿を、うん、見てもらいたいと思います、うん、この間この人の最終日強かったじゃん。そうですね、ちょっとこういろいろ体重ちょっと痩せすぎて、うん、ちょっとこうあんまり調子良くなかったんですけど。痩せすぎた。はい、すぎましたね。なんで。いや、ちょっとこう絞った、ちょっと絞って、うん、でちょっとこう体重も十何キロが落としたら、うん、キレは良くなったんですけど、うん、その分その自分の持ち味がトルクとかが全然こう、うん、なくなったんで。結局何その落としたことで持久力っていうか、なんかちょっとこういつも以上にノリがないなっていう感じが、スピードに乗らなくなった、はい、だからちょっとこう3キロぐらいまた戻して駒島行った時に、うん、こうちょっとこうやっと自分のこう持ち味っていうか、うん、そういうのが出てきたんで、うん、まあ、今の体重がベストなのかなっていう感じですかね。もともとは何、地足タイプ。そうですね、もともと地足ですね。スピードのスプリンターではないっていう。そうですね、ちょっとこうでそのダッシュが良くなりたいと思って体重痩せたんですけど、うん、それがちょっと逆効果だったんで。あ、そうか、はい、自転車はもう高校の時からやってるの。高校やってないです、ね、やってない、はい、高校じゃ何やってたの。野球をやってました、はい、で、高校出てから。高校出てからですかね、はい、自転車に、うん、最初の時どうだったの。いや、めちゃくちゃきつかったですね。え、野球の練習に比べるとめちゃきつい。いや、最初野球よりきつくないだろうと思って、うん、こう 楽なんじゃないかなと思って、うん、乗った時に全然野球よりがきつくて、うん、最初これちょっとやばいなって思いましたね。そうだって野球休めるじゃない。そうですね、ボール飛んでこないとじっとしてていいし、はい、自転車休めなかったんで、うん、まあね、はい、野球でもノックとか続けて受けると、はい、それなりに結構ね、はい、しんどかったりするけど、自転車の場合特に競輪の場合足止まらないからね。そうですね、めちゃくちゃきつかった、ね、乗ってる間中は、はい、ね、練習はどんなのが中心。そうですね、まあ、長い距離やったりとか、うん、まあ、短い距離いろいろこう自分で考えながらやってますね、うん、街道は結構行く。街道は最近行くようになりました。あ、以前は行ってなかった。あんまり行ってなかったんですけど、うん、やっぱ街道も大事っていうのことを言われてたんで、街道、うん、にも最近行くようになりました、はい、熊本だからどこでも行くとこあるんじゃない。そうですね、いっぱいあるんで、ね、練習はしやすいですね。俺たちもよく合宿で熊本集まって。あ、本当ですか、うん、阿蘇とか登ったよ。きついですね、うん、はい、まあ、ただね、向こうの方に山があって、はい、あんなとこまで行くのかよって言いながら自転車乗ってると、はい、そのうちついちゃうもんね。あ、自転車って、はい、で結構ね、あ、行って帰ってきてね、そうです、あそこまで行ったんだみたいな感じがあるじゃない、はい、いい練習になりますもん ね、うん、やっぱり ある程度乗ってその余裕ができれば、で特にね、たくさん乗ることによってどういうポジションが楽なのかって分かるじゃん。自転車に乗って、はい、無理な形で乗るんじゃなくて、はい、少しでも楽なように乗ろうとするじゃない、はい、ね、それが自分にとっていいフォームだっていうことにもつながっていくんで、はい、理論的な部分と、ね、それを実際にどう合わせていくかっていうところがね、はい、大事だと思うんだけど、はい、まあ、九州にね、徹底先行というか思い切って先行してっていう選手があんまり目立っていないじゃない今のところ。そうなんですかね、はい、そういう意味では、ね、上田たちがこうなんとか頑張って、ね、逃げて、そうですね、うん、みんなでこう勝ち上がるみたいなのが必要だと思うんだけど、はい、そういう自覚はある。そうですね、まあ、でも自分もやっぱ LINE ついてくれた方は結構意識しますし、やっぱ自分だけのレースするのはあんま好きじゃないんで、やっぱこうついてくるからにはこうしっかり先行っていう形を考えてるんで、まあ、どっちにしてもさ、先行だろうがまくりだろうが自分が1着取れる競争すれば、後ろは黙ってついてきて2着か、ね、抜けば1着なんだから。だからあんまりね、後ろがどうだからっていうことを気にするんじゃなくて、レースとして自分が1着取れるには、まあ、1人でも2人でも後ろついてれば自分の番手が良くなるわけだから、はい、それは普段の競争で、あ、必ず行ってくれるから4番手でもいいやとかさ、あるじゃない、はい、だその辺が普段の、まあ、アピールっていうか、そうです、ね、ね、大事だと思う、はい、ね、まあ、それは先行してるとだんだん分かってくるけどね、
あのうちの必ず連れていかなきゃいけないじゃなくて、やっぱ自分が普段からそういう競争をするっていうのが大事っていうところをね、はい、頭に置いて走ってほしいなと、はい、で、まあ、記念は当然走ってるけど、はい、G1、G2 はそうですね、結構こう先行しても力のなさっていうのがやっぱり実感しましたし、もう何回ぐらいした？ G12 回、2回、はい、走って、うん、お帰りもしましたし、うん、ちょっとこうもっとこう練習からこういいイメージ持ってとか、その意識変えないと、うん、ちょっともうやっていけないというか、まあ、通用しないなという感じもしましたね。まあね、当然経験してね、 それをあの自分の足りない部分を練習で補って、はい、まあ、次にまたあの思い切って思って競争する、はい、やっぱあの練習でいくらよくても競争でやらないと分かんないじゃない。そうですね、相手もいることだし、はい、ね、まあ、その辺あの若さの特権で思い切った競争、はい、毎回ね、あのそうすると自然とファンの皆さんも、はい、あの一生懸命応援してくれるし、ね、あのこの間のね、あの小松みたいな競争すれば、ね、松浦が行けなかったわけだから。そうですね、これ自信だったろ。そうですね、自信にはなりましたね。上がりたいも良かったじゃない。そう、良かったですね、上がりタイムね、あのやっぱりいくら強いって言われてもそれのタイムで走られるとそれ以上はなかなかいけないんで、みんなね、だからそういうタイムで走ればいいわけだから。わかりました。常にね、はい、うん、しっかり今回も結果残すように、はい、頑張って頑張ります、はい、ではファンの皆さんに、今回こそ俺が九州の先頭で優勝するぞみたいな、そうですね、先行でしっかり勝ち上がって見せるレースができればいいかなと思います。応援してください。